はい、どうも皆さんお疲れ様です。ターポンです。ターポンが実況するコールオブデューティーモダンフォーウェアキャンペーンモード、今回は第4回目ですね。続きの方からプレイしていきたいなと思います。ミッション大使館ということで、前回ギャリック軍曹を主人公に、ウルフという、まあ、ロシア軍のガスを盗んだであろう首謀者を捕まえたんですけども、それを取り返そうとする、またブッチャーという人物をリーダーとした、まあ、敵、が大使館に迫っているということで、今回はギャリック軍曹を主人公にエコーチーム、アレックスとファラとかが、いるところですね、反乱軍の、解放軍のところに合流するところからやっていきたいなと思います。ヘリから30秒、残り30秒でポジションにつきます。というわけで早速続きからやっていきましょう。ゲームを再開。正面ゲートに大勢を押しかけてきてるぞ。おーおお。アルカターラがいるぞ。アルカターラがいる。防衛線を突破された。お手に下ろしてくれ。やばい。地球エコーの元へ向かう。あっちは危機的な状況だ。押し込まれてるぞ。召喚機の攻撃を受けてる。 RPG。 おお。やべえ。アッシュ、アッシュだ。ダッシュ。痛い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 。うわ、おお。立てるか。死ぬかと思った。エコー3は回収は失敗。現在屋上にいる。了解に。どうします、隊員。地下のセーフルームに向かえ。俺たちは後に続く。了解。ラジャー、移動します。行って、行って、ハンドガンしかねえ。奴らより先にセーフルームへ向かう。了解。民間人はどうしますか。俺たちが気にすべきはウルフだけだ。了解。来てくれたのか。処分まで5分はかかる。何をすればいい。武器を探せ。ドアも塞ぐんだ。でもお前は回収犯だろ。ウルフをな。お前、俺たちが出たらドアに鍵を。頼んだ。おーおーおー。ゼロシックス、エコー31です。ウルフは地下のセーフルームに確保。ただし外にブッチャーが。これで見た。奴らに突破される前に新たな回収地点を指定してくれ。なんてことだ。ダメだ。こっち側に来られたら奴らにウルフを奪われる。いいな。よっしゃ。よし、先導してくれ。了解。おい、ここを開けろ。全員下がれ。目的はウルフだけだ。無駄な血を流したくはないだろう。Pカードはあるか。ここに。お前はどうだ、タイ。見殺しにするのか。お前、ついてくる。どうだ、行くぞ。私を救ってみろ。行くぞ、グズ。グズを渡せ。情けはかけん。何。開けちゃダメなやつなんだね。なんだよ。わかりました。そういうことね。おい、ここを開けろ。全員下がれ。目的はウルフだけだ。無駄な血を流したくはないだろう。Pカードはあるか。ここに。お前はどうだ、タイ。見殺しにするのか。お前、ついてこい。どう、タイル、行くぞ。はい。救ってみろ。行くぞ、グッズ。グッズを渡せ。情けはかけん。開かないっす。トラックを回せ。なあ、奴は捕らえる。絶対にな。了解です。スリーワン、敵の車両が迫っている。脱出の状況は。建物は封鎖されてます。出口はありません。はい、じっとしていてください。奴をどこに攻め込んでみたんですか。やばい、来るぜ。似てえ。ちょっと強すぎ。ハンドガンしかないんだよ。あ、無理。むずくない。
これこんなむずいのか。マジか。ほら。あー、マジでダメなの。なんなんだよ。くっそ。ゼロゼロ。クリオン、永久が侵入した。そっちに向かっている。了解。ウルフを探している。起こんない。来た。了解。ウルフはどこだ。入り口は奥だ。来た。大丈夫か。逃げろ。奥にいる。いやー、敵だ。角にいる。にしろ。ターゲットオフィスサイド西。認定。ウージーか。まあウージーでもないよりかマシだ。敵が多いよ。北西方向。よし、AK 拾った。いろいろだ。地下室に向かうんだ。カイル、先導してくれ。了解。どこだ。こっちか。ロックされてる。俺がやる。頼みます。かっけー。撃っちゃったよ。撃っちゃったよ。ブライスさん、ごめんね。いるかもしれない、この野郎。スリーワン、地下室に到着した。了解。セーフルームの外に敵がいます。了解。リロード。クリア。俺たちがいることを知らせるんだ。スリーワン、着いたぞ。ファラン、まだ大義のための戦いを。寝ても覚めても大使はまだ中にいるようです。死なせるなよ。脱出に必要だ。ハデル、協力に感謝する。こちらこそ。オマールスラマンだな。前に会ったか。お前が味方だった時にな。ウルフが自由の戦士。今もそうだ。ブッチャーの手下が大使に迫ってきている。分かった。カイル、カメラを使って大使を誘導するんだ。はい。大使のキーカードがいる。残りの連中は俺と来い。大使、聞こえますか。ドアに鍵をかける。大使、隠れてろ。大使、おい、キャンナイスだ。ああ、待て、やめろ。大使死んだ。大使がやられました。ですが、秘書をそちらに誘導できます。やれ。もしもし、聞こえてるか。もしもし、こちらカイル・ギャリック軍曹だ。ステイシー・デビッドソンよ。俺の言う通りにすれば連れ出してやる。むずくね、これ。大使のキーカードを取ってドアに向かえ。気をつけて、頑張って。オーケー、キーカードを取った。それから天井さ、誰かホールにいる。見つかってしまうかも。右に行け。ホールの突き当たりにキャビネットがある。さあ、ドアに向かえ。分かった。これです。むずっ。ドアのそばにカードがある。見つかるなよ。どこだ。ウルフはどこだ。あれがクソったれのブッチャーだ。知らないんだ。やつらに見つかりそう。嘘つくな。ウルフはここにいる。居場所を吐け。俺はただのアナリストだ。他の今動いてるやろ。誰かが知ってる。他の誰かだ。本棚のそばにカードがある。さあ行け。お前しかいない。よし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 。貴様、向こう側だ。居場所などない。ここはお前の国じゃない。待ってくれ。死体のそばに隠れろ。お前の国まで行って人々をさらってほしいのか。やめてくれ。やばい、そっち。あのカートに向かえ。知らないんだ。なら自分を恨むんだな。奴らはあの人を殺す気よ。気をつけて。カードに向かえ。
やばいやばいやばい。どうだ、行け。早く。廊下に向かえ、今だ。そんな。曲がり角のあたりだ。いるな。今だ。大変。ダメだ、やめろ。ステイシー、電話を拾え。ステイシー、連れ出してあげる。おい、ステイシー、放っておけ。ごめんなさい、やだ。声を出すなよ、ステイシー。危ねえ。あ、ダメだ、動くな。動くな。うちに帰りたい。大丈夫だ、ステイシー、あと少しの辛抱だよ。行ったぞ。むずいな、これ。ブースに向かえ。まっすぐ進んで次へ入れ。こっちどうして、こっち側に。もう一つのブースだ、行け。分かった、進むわ。邪魔して。あ、マジか、見つかったか今。くそー、やべえ。大丈夫だ、ステイシー、あと少しの辛抱だよ。行ったぞ。怖いよ。ブースに向かえ。これは大丈夫ね。まっすぐ進んで次へ入れ。戻ってくるな。あいつに見つかったんだな。どうしたの？ちょっと待って。ちょっと待って。落ち着け。まだだ。何をすればいいの？嘘。え？やめてか。あれむずいな。どう、一気に行った方がいいのか。そういうことか。いや、これむずいよ。もう一つのブースだ、行け。分かった、進むわ。よし、これで。どうしたの？次のブースだ、行くぞ。もう行って。壁際に大型プリンターがある、そこに隠れるんだ。出口を守っている奴の注意をそらすんだ。どうすればいいの？シュレッダーだ、行け。神様、神様。電源を入れるんだ。反対側だ。出口に向け、走れ。早く、早く。ナイスプライスさん。信じられない。彼女を頼む。バックバックバック。嘘、彼女を保護した。駐車場で信号だ。了解ボス。通信可能な全部隊へ。大使館は占拠された。海兵隊はラリーポイントを大使公邸に設定する。こちら SS のプライス隊へ。現在そちらに向かっている。ギャリック、ついてこい。了解です。了解、了解です。スラマンを頼む。分かった。作戦は南の施設で海兵と合流だ。施設はどこに？路地を抜けた先に。遠くはないわ。よし、行くぞ。よし、ヤリク、開けてくれ。これか。はい。文装、あなたは恩人ね。これがあればみんな助かるな。行くぞ。攻勢に備えろ。いるぞ。後ろにいてください。ターゲットが移動してる。やれやれやれ。爆発する。熱い熱い熱い。よし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 。どうしたどうした。行くぞ。肩しろ。いろいろ。結構水は進んでいいぞ。危ねえ、民間人かよ。危ねえ。行け、ここは危険だ。行けろ。位置を変えろ、急げ。あれが施設だ。ギャリック、キーカードで開けてくれ。了解です。こちらブラボー 6SAS だ。外に出た。生きているとは驚いた。捕虜を入れる部屋を用意してくれ。ヤスさん、居住棟に部屋があります。こちらへ。これでいいだろう。よし、しっかり見張っておけ。また戻ってくる。その頃には私はいない。だがいずれまた会えるだろう。
こちらゼロシックス、航空支援を要請する。ダメだゼロシックス、これ以上の損害リスクは犯せない。なんだと？ケイト、俺たちはこの街全体と戦うんだぞ。付近のドローンは燃料の再補給が必要だ。長いはできない。なるほど。いいからよこせ。ゼロシックス、アウト。アレックス、カディル、北の屋上を頼む。カイルとファラはついてこい。ラジャーさん、了解。タイ、大使館は海兵隊が包囲したようです。誰もいません。奴らは戻ってくる。反対から来るはず。なぜわかる？私ならそうする。そうだな、向こうの屋上に陣取るぞ。了解。スナイパーライフルはねえか。いいか、向こうの広場を見張っておけ。はい。正面を見ろ。カフェの連中は兵士だろ。はい。非武装だ。警戒を続けろ。はい。もう二人だ。あれね。ファラ。奴らは伝令だ。こっちを見てる。まずいな。目を離すな。もちろんです。何かから逃げてる。右を見ろ。もう二人いる。あれか。走り出したぞ。ん？何かおかしい。怪しい奴らがいる。あれか。広場の奥だ。探ってみる。敵だ。私たちを狙ってる。あれね。奴らはこっちに向かってる。くそ、見失った。アレックス。異常なし。え？待って、何かいる。11時方向、中距離だ。11時方向。どうだ。違った、ただの風だ。風かい、風かい。敵に見られてます。タイ、口を閉じねば。お前一人で行かせるぞ。イエスサー。照明が狙われてる。光線開始か。光線だと何も見えんぞ。草の方を見ろ。敵が見えるようにフレアを放て。照明弾だ。明かりだ、帰る。フレアを発射。フレアを上げる。敵だ、広場の裏にいる。撃て、攻撃しろ。かかれ。出て出て出て。広場にいる。ターゲットを撃つ。東だ。東。めっちゃ来てる。リロード。そう、頭を下げておけ。ちくしょう、どこから撃ってきたか分かりゃしない。ここはどこも永久だらけだ。フレア、ダメだ。ヤツらは広場にいると思ってる。ヤツらは迫ってきてるぞ。ヤツらは次に来たのか。誰かフレアを撃て。了解。フレアを上げる。敵将軍が画面にいるぞ。また向こうだ。ほら、だーいって、カッツした。くそー、フレアを撃て。難しいな。フレアを上げる。終わりじゃない、まだ来るぞ。弾は足りてるか。あまりありません。残り半分です。残りわずかだ。よく狙え、無駄に撃つなよ。了解。あれか。十字方向、トラックが広場の奥を走ってます。了解。多分トンズラしたんだろう。位置を変えてきてる。
どう来るんだ。伏せろ。迫撃砲だ。ああ、これ東ゲートやられた。今だ。うわ。いいいい。回復して。いいね。怖い。結構真剣にやってますよ。結構真剣にやってるよ俺。この野郎。よし。来い。来いよ。下のビルに移動して補給しろ。警戒を続けます。了解。安全じゃないです。行くぞ。中で装備を整えるんだ。はい。開けろ。身を潜めろ。ビルから出るなよ。行くぞ。準備して来い。了解。ブラボー6、こちらジャガー4-1。ミサイル発射用意完了。了解4-1。ターゲットを指示する。
M91 支援はまだか。これで行くしかない。ラジャー指揮官急げ。これね、ドローンが到着した。ターゲットをマークしろ。ウルフを回収して現場を離れるべきでは。ダメだ、ここを防衛する。生きるための最善策だ。逃がすんですか。やむを得ない。ブラボー、ドローンが必要です。屋上へ向かえ。しょうがねえ。よくやった。ゼロシックス、ジャガー4-1の準備が整った。そっちの合図を。ここです。操る者にヘリファイヤーをお見舞いしろ。チームでマークするんだ。ターゲットをマーク。ここです。ここです。ここです。スジック、ジャガーはまだリロードしている。よし、クリアだ。オッケー。今だけだ。ブラボー、ジャガーは攻撃可能だ。ターゲットをマークしろ。ターゲットをマークしろ。怪しい車両を確認。民間人、車両爆弾かも。こっちに来るぞ。あれか、武器は見えるか。見えない。わからん。いった、もう大丈夫だ。怖すぎる。ゼロシックス、こちらジャガー4-1。敵車両および歩兵が東から接近。また来るのか。了解。あれか。道にいるぞ。ターゲットを確認。ターゲットをマークした。よし、いいぞ。ギャル、あれです。連合射撃を頼む。突き当たりだ。ラジャー、気をつけろ。よし、あとそこです。ミサイル発射。倒した。ターゲットをマークした。ジャガーはリロード中だ。装填中、スタンバイ。まだか。ブラボー、ジャガーは位置についた。そちらの合図を待つ。すぐに立ち合う。ほい、ほい。ターゲットを確認。敵は防衛してくれ。ターゲットをマーク。着弾。あとどこだ。こっちか。了解、ミサイル発射。道路にいるぞ。よし、ラジャー、行くぞ。ラジャー、広場に敵だ。奴らを殺せ。撃て。あとどこだ。ターゲット、やばい。ミサイル発射。ほい、柱のそば。やばい。発射。ナイス。出てきたぞ。援護してくれ。やったぞ。ゼロシックス、ジャガー4-1は燃料切れだ。戦域から撤退する。危ねえ。ジャガー4-1、アシスト感謝する。なんだって。燃料切れだ、自力でやるしかない。撤退しろ。まだか。いいね、タイプは。建物のそば。どこだ。うわ、2階建てのビル、北東。狙えない。奴らを片付けろ。俺が行け。一人じゃダメだ。ギャリック、走り行け。破壊艦チームを排除したら戻ってこい。絶対に行くぞ。派手に行くぞ。大変だ、英語に回る。やった。敵多すぎやろ。敵多すぎだよ。助けろ。
よし。ハジルと行け。ハゼルとチームを配当から戻ってこい。行くぞ。了解。よし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 、頼りになるぜ。いるぞ。行くぜ。ハよし。壁を越えるのを手伝ってくれ。俺が中に入れてやる。よし、気をつけろハディル。こっちだ。よし、ゼロシックス、ターゲットのビルに入りました。奥に進みます。了解だ。敵を控える。そこで進んでろ。行け。あぶね。リロード。あぶね。バカ野郎が。クリア。こちらブラボー2-6、白衣法チームを排除、建物を制圧した。施設に戻ってこい。よし、戻ろう。ファラ、敵の増援が来るぞ。広場の中だ。戻れー。ああ、めっちゃ来てる。住居棟に侵入。了解。バック。住居棟から攻撃されています。空母を奪う気だ。空母を確保しろ。了解。ちょっとこっちから行く。あ、いけねえ。ブラボーチームは住居棟に向かえ。おお、めちゃくちゃいる。自爆に巻き込まれた。マジかよ。とりあえずこれをクリアするまでは頑張りたい。おい、空母を確保しろ。よし、リロード。オッケー。ブラボーチームを住居棟に向かえ。やられた。くっそー。住居棟から攻撃されています。ルーフを奪う気だ。急いルーフを確保しろ。了解。ガモチームは住居棟に向かえ。いて危ねえ。カイル、ウルフのいるセーフルームに向かえ。そんなこと言っても無理です。よし。ああ、フラグ。ウソ、救急隊だ。ウルフのセーフルームに向かえ。他に道はない。これがセーフ。あぶね。いいね。お、やべ。うわ、いってくっそ。やべ、離して。早くアブルジャンパー。ステイシー、そこから逃げろ。こっか。
ドアが開きません。クリア。まさか。どういうこと？壁を破ったんだ。くそ。やられましたね、タイ。やつを探すぞ。パディル、チームを招集するんだ。全戦力を集めろ。わかった。何する気だ？ブッチャーはウルフと一緒だ。市内のテロ組織に潜伏している。ブラボーが捜索する際、私の仲間に協力させよう。奴らが山に逃れるなら、市のハイウェイタリークアルムートを通るはずだ。ロシアの侵略からの避難民がそこで爆撃され殺された。その付近に村がある。奇襲のためにハディルと彼の戦士たちをそこへ送った。アレックスは私と高台に位置して狙撃態勢を取り、ウルフを待ち構えるんだ。了解。ハイウェイはこのショット。はい、というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。今回はここまでになります。かなり白熱した4回目だったんですけども、次回も楽しみにしてください。お疲れ様です。